久保さん、それ月収300万にしましょうか。月収300万。あの、11月がですね、300万ぐらいになりまして。はい、なんかね、まあ、久しぶりにね、僕も高単価なね、最近は結構安いのばっかり、自分の商品はね、まあ、ジョイントした商品はちょっと高いのもありましたけども、基本的になんか10万以下の、ジョイントしても10万以下の商品を結構売ってた、今年はね、売ってたんで、んこの前ちょっと高単価なの売りまして、まあ、パーンってね、 あは、はねたんですけども。なんか、普通に生きてたら、なんか、まあ、僕はちょっと数字に慣れちゃってる部分があるんでね。なんかもう、全然、月収3、まあ、久保さんも月収300万って言われても、全然、ビビならないと思いますし、すごいなとも思わないだろうし、でも、普通に生きてたら、なんか僕はね、なんか、今も思うんですけど、これ、ね、昔はなんかさ、月収100万っていうところですら <laughs>、 普通じゃねえなみたいな話。だから求人票に月収100万もらえますみたいな求人票ってほぼないじゃないですかで。月収300万もらえますよって求人票もほぼないだろうし。だからなんか雲の上でしたけども、なんかそこに到達してみて思うことが、うーん、まあ結局やっぱ一部だなと思いますね。<laughs> まあここにはみんなやっぱ行かないんだろうなっていう。うーん だからやっぱ、まあそうなりたいんだったら、まあ今までのやってること変えるとか、形を変えるとか、やり方変えるとか、ね、久保さんも、ー、ま、ジ麻雀店で月収300万は多分取れてないと思うんですよ。ずっと赤字だったからね。まあ、月収300万も取ったら税金もあれですし、なんだ。まあ僕もね、一応、まあタイトルは月収300万ですけども、あ額面上、そ <laughs> 額面上はそんな取ってないですし、まあ売上ですから。うん。 だけどそのなんですかねその300万をこう取っていくっていうのは多分まあ普通にやってたら無理っすよねうん普通のサラリーマンで月収300万って多分無理っすよねうんだからまあおすすめとしてはやっぱあのなんですかねまあまあこれは稼げるようになってからなんですけどもまああの 額面上上上すよ売上計上して経費,経費計上ですよね経費計上でいろいろ使っていくっていうのが一番まあいいんじゃないかなっていう <laughs> だからまあカメラの機材とかもこれも私物で買ったらあのー、私物なんだけどもその給料からねその給料からなんだけどもあのー、経費計上するとまあ経費で計上できるっていうねこのマイクとかもねうんまああのー、会社はいいっすね <laughs> 会社はいいです まあでも稼げるようになんないと会社作ってもあるっていうところもありますけど。うん。なんすかね。なんか、いまだに思いますね。なんか。なんか、ね例えば手取り20万の人だったら、その300万って1年分じゃないですか。うん。だから手取り20万だったら、 1> 1年で万で万すかあ、そう、じゃあ、手取り20万だったら240でしょだから、この前僕いい、その24時間で、その、60万円ぐらいの単価を売ったわけですよ。で、4人に売れたんで、まあ240万ですね。だから、手取り20万の人が1年働いて、得るお金を、24時間の1通のメール。<laughs> もう今回、1通しかメール送らなかったんですけど 24時間限定。まあもちろん前段階のプロモーション動画ありますよ。何個か。でもまあセールスは一発のメールと24時間の限定で売ったんですけども、まあそれで240万でしたから、何なんですかね。普通じゃないですね。普通だったら手取り20万で1年で240万が、うん、1日ですからね。2四時間ですから、なんか何なんだろうっていう話ですよね。うん でもそれがね、できるんですよね。一部の人は。でもその一部の人になろうと思わないんだったらずっとなれないだろうし。うん、方法変えないと無理だろうし。うん、いや、なんか、不思議ですね。人生っつうのは。うん、普通に生きてたら、普通に、普通の常識で生きてたら、この常識にはならないだろうし。うん 多分一般の人はね月収300万って言うと月収300万ですかどうやってなるんですかみたいなね久保さんだったらねじゃあ300万売上げ作ろうと思ったら多分まあすぐやる,やることだったりとかどういうことやればいいのかとかもう全部わかるだろうし出せるだろうしうん何すかねまあ結構僕が良かったなと思うのはさっきも言ったんですけどやっぱビビらなくなったっていうね なん,か大別になんかそれがなんか常識だから何すかね一般的にはその月収300万とかは常識じゃないすかじゃないですか一般的な常識じゃないじゃないですか,なんか久保さんとか僕は多分別に常識というかなんかそれがまあ普通の感覚というか別になんかビビらないというかうん,なんか普通 <laughs> でもみ,みんなからみんなからするとすごいなって思われるんでそのコピーは使ったりとかしますけども使ってる本人は別になんかあんまりすごいと思わないっていうこれがね月収1億だったら僕は今の僕のキャパシティだと月収1億だったらすげえなとは思いますけどね一人でやってねうん1000万だったら50万の商品20本なんでそんなすごくないんですよ1000万だったらねだって50万20本ですよ で、1000万ですから、まあ、まあ、すごいんだけど、すごいとそれは思わないですね。だって、それは現実的に可能だから。20本。50万、20本。現実的に可能です。<laughs> だけど、これ、1億ってなってくると、50万を200本か。200本ですよね。で、物理的に今の僕の再生数だったりとか、久保さんも50万、200本は、今の再生数で多分無理だと思うんですよ。リーチで。うーん。でも、20本だったら、久保さんもいけると思うんですよね。 うん、そうまあ一部の人になりたいんだったら一部の人になりましょうって話ですね。まあそれを普通にするってことですね。いってらっしゃい。